おしゃべり本棚この時間は福岡の RKB 毎日放送のアナウンサーによる朗読をお送りします「セロ0きのゴーシュ 宮沢賢治作ゴーシュは町の活動写真館でセロを引く係でしたけれどもあんまり上手でないという評判でした上手でないどころではなく実は仲間の学習の中で一番下手でしたからいつでも学長にいじめられるのでした昼過ぎみんなは楽屋に丸く並んで 今度の街の音楽会へ出す第六交響曲の練習をしていましたトランペットは一生懸命歌っていますバイオリンも二色風のようになっていますクラリネットもぼうぼうとそれに手伝っていますゴーシュも口を凛と結んで目を皿のようにして楽譜を見つめながらもう一心に弾いていますにわかに パタッと学長が両手を鳴らしました。みんなピタリと曲をやめて、シンとしました。学長が怒鳴りました。セロが遅れた。トウテテ、テテティ、ここからやり直し、はい。みんなは今のところの少し前のところからやり直しました。ゴーシュは顔を真っ赤にして、額に汗を出しながら、やっと今言われたところを通りました。 ほっと安心しながら続けて弾いていますと学長がまた手をパッと打ちましたセロ糸が合わない困るな僕は君にドレミファを教えてまでいる暇はないんだがなみんなは気の毒そうにしてわざと自分の歩を覗き込んだり自分の楽器を弾いてみたりしていますゴーシュははは、慌てて糸を直しましまた。これは実は 講師も悪いのですが、セロもずいぶん悪いのでした。今の前の小説からはい。みんなはまた始めました。講師も口を曲げて一生懸命です。そして今度はかなり進みました。いい塩梅だと思っていると。学長が脅すような形をして。またパタッと手を打ちました。またかと。ゴーシュはドキッとしましたが。 ありがたいことには今度は別の人でした。ゴーシュはそこでさっき自分の時みんながしたようにわざと自分の笛目を近づけて何か考えるふりをしていました。ではすぐ今の次はい空と思って引き出したかと思うといきなり学長が足をどんと踏んでどなり出しました。ダメだ。まるでななっていない。この辺は、 曲の心臓なんだ。それがこんなガサガサしたことで「諸君演奏までもうあと10日しかないんだよ」音楽を専門にやっている僕らがあの「金靴火事だ」の里親のデッチなんかの寄り集まりに負けてしまったら一体我々の面目はどうなるんだ?「おいゴーシュ君君には困るんだがな表情ということがまるでできていない怒るも喜ぶも 感情といいうものがさっぱり出ないんだそれにどうしてもピタッと他の楽器とは合わないもんな。いつでも君だけ溶けた靴の紐を引きずってみんなのあとをついて歩くようなんだ。困るよしっかりしてくれないとね。好期ある我が金星音楽団が君一人のために悪評を取るようなことではみんなへも全く気の毒だからな。 では今日は練習はここまで休んで6時にはかっきりボックスへ入ってくれたまえみんなはお辞儀をしてそれからタバコをくわえてマッチを吸ったりどこかへ出て行ったりしました講師はその粗末な箱みたいなセロを抱えて壁の方へ向いて口を曲げてボロボロ涙をこぼしましたが気を取り直して自分だけたった一人 今やったところをはじめから静かにもう一度引き始めました。その晩遅くゴーシュは何か大きな黒いものを背負って自分の家へ帰ってきました。家と言ってもそれは町はずれの川端にある壊れた水車小屋で、ゴーシュはそこにたった一人で住んでいて、午前は小屋の周りの小さな畑で、 トマトの枝を切ったり、キャベチの虫を拾ったりして、昼過ぎになると、いつも出て行っていたのです。ゴーシュが、家へ入って明かりをつけると、さっきの黒い包みを開けました。それは、何でもない、あの夕方のゴツゴツした、セロでした。ゴーシュは、それを床の上にそっと置くと、いきなり、棚からコップを取って、バケツの水を、 ごごくごく飲みましたそれから頭を一つ振って椅子へかけるとまるで虎みたいな勢いで昼の歩を引き始めました歩をめくりながら引いては考え考えては引き一生懸命しまいまで行くとまた初めから何べんも何べんもゴー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 引き続けました夜中も遠に過ぎて 姉妹はもう自分が引いているのかもわからないようになって顔も真っ赤になり目もまるで血走ってとてもものすごい顔つきになり今にも倒れるかと思うように見えましたその時誰か後ろの戸をトントン叩くものがありました「奉主君か?」ゴーシュは寝ぼけたように叫びましたところがスーと戸を押して入ってきたのは 今まで五六辺見たことのある大きなミケネコでしたゴーシュの畑から取った半分熟したトマトをさも重そうに持ってきてゴーシュの前に下ろして言いましたああくたびれたなかなか運搬はひどいやななんだとゴーシュが聞きましたこれお宮です食べてくださいミケネコが言いましたゴーシュは 昼からのむしゃくしゃをいっぺんにどなりつけました。誰が貴様にトマトなど持ってこいと言った。第一、俺が貴様らの持ってきたものなど食うか。それからそのトマトだって、俺の畑のやつだ。なんだ、赤くもならないやつをむしって。今までもトマトの茎をかじったり、蹴散らしたりしたのはお前だろう。言ってしまえ、猫め。すると猫は肩を丸くして、 目をすぼめてはいましたが口のあたりでニヤニヤ笑って言いました「先生そう大怒りになっちゃお体にさわりますそれよりシューマンのとろめらいを弾いてごらんなさい聞いてあげますから生意気なことを言うな猫のくせに」セロヒキは尺に触ってこの猫のやつどうしてくれようとしばらく考えました「いやご遠慮はありませんどうぞ」 私はどうも先生の音楽を聴かないと眠られないんです生意気だ生意気だ生意気だ!生意気だ」生意気だ。講師はすっかり真っ赤になって昼間学長のしたように足踏みして怒鳴りましたがにわかに気を変えて言いました。では弾くよ。講師は何と思ったか戸に鍵を買って窓もみんな閉めてしまいそれからセロを取り出して。 明かりを消しましまたすると外から20日過ぎの月の光が部屋の中へ半分ほど入ってきました。何を弾けと「とろめらいロマンチック・シューマン作曲!」。猫は口を拭いて済まして言いました。「そうかとろめらいというのはこういうのか」。セロヒキは何と思ったかまずハンケチを引き裂いて自分の耳の穴へ。 ぎっしり詰めましたそれからまるで嵐のような勢いでインドの虎狩りという風を引き始めましたすると猫はしばらく首を曲げて聞いていましたがいきなりパチパチパチっと目をしたかと思うとパッと戸の方へ飛びのきましたそしていきなりドンと戸へ体をぶっつけましたが戸は開きませんでした猫はさあこれはもう一生一台の失敗をしたという風に 慌て出して目や額からパチパチ火花を出しましたすると今度は口のひげからも鼻からも出ましたから猫はくすぐったがってしばらくくしゃみをするような顔をしてそれからまたさあこうしてはいられないぞというようにはせ歩き出しましたゴーシュはすっかり面白くなってますます勢いよくやり出しました 先生、もうたくさんですたくさんですよごしょうですからやめてくださいこれからもう先生のタクトなんか取りませんから黙れこれから虎をつかまえるところだ猫は苦しがって跳ね上がって回ったり壁に体をくっつけたりしましたが壁についた後はしばらく青く光るのでしたしまいには猫はまるで風車のようにぐる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 号歯を回りました 腰も少しぐるぐるしてきましたので、さあこれで許してやるぞと言いながらようようやめました。すると猫はケロリとして、先生今夜の演奏はどうかしてますねと言いました。セロヒキはまたぐっと尺に触りましたが、何気ない風で巻きタバコを一本出して口にくわえ、それからマッチを一本取ってどうだい。 具合を悪くしないかい。か舌を出してごらん」。猫はバカにしたように尖った長い舌をべろりと出しました。「はは少し荒れたね」。セロヒきは言いながらいきなりマッチを舌でシュッと吸って自分のタバコへつけました。「さあ猫は驚いたの何の舌を風車のように振り回しながら入り口の戸へ行って頭でドンとぶつかってはヨロヨロとしてまた戻ってきて。 またぶつかってはよろよろ逃げ道をこさえようとしました。ゴーシュはしばらく面白そうに見ていましたが、出してやるよ、もう来るなよ、バカ。セロヒキは戸をあけて、猫が風のように家屋の中を走っていくのを見て、ちょっと笑いました。それからもう何時だかもわからず、弾いているかもわからず、ゴーゴーやっていますと、誰か。 屋根裏をコツコツツと叩くものがありりまます猫まだ懲りないのかゴーシュが叫びますといきなり天井の穴からボロンと音がして1匹の灰色の鳥が降りてきました床へ止まったのを見るとそれは格好でした鳥まで来るなんて何のようだ?」ゴーシュが言いました音楽を教わりたいのです 鳥は済まして言いました。